二十八宿とは、天宮を二十八のエリアに付近と分割したもの。二十八社とも言う。またその区分の基準となった天の赤道付近の二十八の星座のこと、中国の天文学、先生術で用いられた。江戸時代には二十八宿を含む多くの出版物が出され、当時は天文、小読み、風俗が一体になっていたことが、多くの古文書から読み取れる。二十八という数字は、 月の2位の構成に対する公転周期である2 7 3 2日に由来すると考えられ、1日の間に月は一つのエリアを通過すると仮定している。角宿を木宿として、天球を西から東に付近と分割したもので、均等区分の12時とともに、天体の位置を表示する、軽度方向の座標として用いられた。28宿の星座は4つの方角の7宿ごとに、 まとめられ、そのつなげられた形は四つの生獣の姿に、見立てられ、東方清流、北方玄武、西方白虎南方須尺の四像に分けられた。二十八宿は、それぞれの宿の生誕の星を基準とし、その巨星から、東隣の宿の巨星までがその宿の高度となる。感情、立歴史、以降、二十八宿は度数をもって表されたが、 その終点度は360度ではなく、一太陽年の長さ、すなわち365度で表された。この場合、正確には365度に4分の1程度の波数が生じるわけで、その波数はすべてと宿の高度に含められ、これをトブ分と呼んだ。なお対処歴の場合、トブ分は1539分の385であった。一方、宿内における天体の位置は、 イリアドドと呼ばれる巨星からの度数と作曲度と呼ばれる天の北極からの度数によって表される赤道座標の一種であった。高校学上28宿の名称が整った形で発見されたのは1978年湖北省瑞県で発掘された戦国時代初期の総行一歩から出たものが最古である。そこで発見された漆箱の蓋には清流、白古と 手書きされた28宿の名称のある図があった。日本における最初の28宿図は7世紀から8世紀頃に作られた高松塚古墳や木虎古墳の壁画で百古などの詩人の図と共に見つかっており、中国の天文学体系がこの頃にはトライしていたことを伺わせる28宿インド先生術やその流れを組む宿陽道では28宿と同様の27宿を 用いている。その発祥は、中国の28宿とは意味するとする説が有力。ただし、後の時代には、簡約語として1対1の対応が確立された。28宿にあり27宿にはない宿は、牛宿である。日本の和歴には、そもそも歴中として、インド起源の宿曜道に基づく27宿が、書かれていた。江戸幕府の天文方、渋川春海による、 上京2年の改歴で27宿が廃され、中国流の28宿に変更された。上京歴は別名を大和歴ともいい、元朝の樹次歴を渋川が独自の天体観測に基づいて改良した歴法である。静粛に関しては、中国流を取り入れ、上京2年正月昨日を静粛とした。以降、下表のサイクルが永遠に繰り返される。なお、 28は7の倍数であり、12との間に公約数を持つので、上記の通り曜日や日の12市に密接な関連がある。だが、森田流線は27宿が正当でこちらを使用するべきといろいろな文献を挙げて解説している。日本で使われている28宿の一覧を示す。十八の静宿は四カくらいの七つずつのグループに分けられ、それぞれの方位に、清流、玄武、 百スザクという核方位の重心の姿を当てはめている、東洋の小説や漫画、アニメの中には、28宿に影響を受けたものがある。古典籍現代の作品、竜、信吉、総高一ボイバコ状的宇宙図式、高知大学学術研究報告人文化学編、第55号、高知大学、2006年、71から81ページ。 一瞬0389から0457、総降一部より出土した5件の衣箱のうち、この1件の箱外上には28宿の名称が記されており、二面の右側には1匹の青龍が、左側には1匹の白虎が描かれている。含む、日本語、英語用紙、佐藤明達、高松塚古墳と、星座の親しみ、展開第62巻第676号、 東亜天文学会、1981年9月、P239 から242、一瞬0287から6906。佐藤明達、高松塚古墳と、星座の親しみ方い。展開第63巻第686号、東亜天文学会、1982年7月、P181 から183、一瞬02876906。 河津秀明、新海敏明、個性図に見る歴史と文化高松塚古墳に描かれた28静粛を示すアプリケーションの制作、天文教育第20巻第3号、天文教育普及研究会、2008年5月、45から51ページ、伊春1346から 616X、広瀬里志、001松塚古墳の、 分糾仮整備工事が春行。名文献ニュース第35号。独立行政法人国立文化財。気候奈良文化財研究所。2009年12月。1から1ページ。成田清。009は透かし良感春季特別展。星星と実月の考古学。名文献ニュース第40号。独立行政法人国立文化財。気候奈良文化財研究所。2011年3月。 8から8ページ、相原義行、書評と紹介、泉武市著、キトラ、高松塚古墳の静粛図、日本歴史第846号、吉川博文館、2018年11月、89から91ページ、一瞬0386から9164、森田隆仙、密教先生法高野山大学出版部、1941年、 安倍生命保機内伝図解 1912pp67 から199安倍生命保機内伝図解 1912p100 から101山田敏弘文学としての漫画渡瀬優作不思議遊戯の構成日について宮崎大学教育文化学部器用人文化学第7号2002年9月17木虎、高松塚古墳歴哲学天文学美術 工芸文学民族学歴史、ありがとうございます。